listening to Shibuya Cross FM.時刻は午後4時を過ぎました。里見しのぶのエンパラダッシュ、パーソナリティの里見しのぶです。はい、心理カウンセラーの松本春乃です。よろしくお願いいたします。春乃さん、今日の洋服めっちゃ好き。本当、うん、すっごい可愛い。それ開けたらちょうだいね。うん、待ってて私もいっぱいもらってるしねちなみにでもサイズそれ M？ うん、フリー。これね、見てて。フリーサイズなんだ。あ、ほんと、そんな伸ばさないで大丈夫なの、すぐ戻るの。あ、そうなの、うん、めっちゃ可愛いの、それすごい好き。でも私が似合ったらどうなるか、着たらどうなるか分かんないけど、私が着たらあの縦のラインがビューンって横に伸びちゃうかもしれないけど。セクシーでいいわよ、いいわよ、また違うイメージでね、可愛い。本当ありがとう。なんか今日は、うん、なんかめちゃくちゃ暖かいんですけど、東京。うん、そうね、私去年なんか頭痛がした。え、なんだろう、うん、今日こういうもわーんとした暖かい時って、うん、頭がびっくりするのかな、痛かった。でも渋谷歩いたら元気出た、うん、出た、うん、今元気。お昼は暖かいけど、今もう夜になるとやっぱ寒くなるでしょ。うん、寒い。朝も寒い。そうだから今日あの無理にコート着てきた、うん、暑いなと思いながら、うん、電車の中やだね、暑いね。そう、暑かった。で脱ぐとこうなんか荷物になっちゃうし、うん、でマスクしてるからね。そう、余計ね、暑いよね。余計、そう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 、苦しい、暑いわね。うん、でまたね、コロナが第3波ということで大騒ぎになっておりますが、私ね、ちょっと言ってもいいかな。いいよ。あのね、私コロナに、まあ、今年ずっとなって世間が騒いでたけど、私ね、うん、何にも変わらないの、やってること。もともと行動が、日常の行動が、そう、ただ家を出るなって言われたから出なかっただけで、うん、外に出るときも別にマスクもいつもこの時期もずっとやってるし、寝るときもマスクしてるし、うん、でね、なんだろう、国って何がしたいのかなと思って、 GoTo キャンペーンとかって散々こう外に出なさい出なさいって言って、うん、ではい、コロナで、はい、何人出ましたって、うん、もう意味が分かんない。言えるね、うん、消毒もこうあっちこっちに置いてあるけど、2テクぐらい垂らしてピピッと終わりにしてるでしょ。そう、私びしょびしょにやるのよ。そう、それも言いたいの、ね。うん、で、あのお店とかにトイレとかもちゃんと設備で置いてあるのに、うん、やってない、ほとんどの人がやってない、うん、だってしのぶさんとこのお店ってかけちゃうんでしょ、お客さんに。お客さんにかけちゃうでもそれぐらいやってあのね、うん、入ってくるときにほら、加湿器に次亜塩素酸入れてるから。あ、そう、そう、入ってきたらもう自然に頭からこう浴びてる状態で入ってくるの。病院みたいな匂いがするのねあ、で、もちろん手もやりますし、うん、で熱も測りますし、うん、ね、ですごい気を使ってるわけ。まあ、うちは、こういうコロナ以前から、うん、ものすごく、ね、あの清潔にして、ね、うん、あの取っ手とかもいつも拭いてたし、うん、やってたのね、うん、あのね、ちゃんとみんな自己責任でやりましょうよ。気をつけ方が曖昧なところはたくさんあるのね。う、うん、ちょちょってやっただけで終わり。 それでかかったって大騒ぎしてるでしょ、うん、もうかかった人は自己責任。そうだね、で絶対ね、出るなとかね、もうそういうこと国も言っちゃダメ。 GoTo やってて今度また規制しますって、もう、うん、おかしくなっちゃう、世の中おかしくなっちゃうね。 で本当にこれをね、経済が動かないですよね。そう、まず本当にもう経済も元のように動かして、うん、もう自己責任にして、うん、もう何人出ましたとかもう言わない、うん、だってこれでね、うん、あの自殺してる下の方が多いんだよ、うん、だからね、あのもしコロナがすごく多発した場合ね、どこかで、うん、そしたらお店の名前も挙げる、場所も挙げる、うん、あそこは出ました、危険ですってちゃんと言わないと、うん、なんか曖昧でしょ。それ言うとほら、人権に関わるとかお店に関わるって言うけど、うん、でもそれでもう自己責任だからやった方がいいし、ですよね、本当、うん、ね、あの今、私、まあ、銀座でお店やってます、うん、私の2階でやってるフロアの、うん、半分以上がもう閉めちゃってる、ね、打撃ででしょ、うん、そのコロナの打撃で、そう、もうどんどん閉めちゃってる。どうしてらっしゃるのかしら、ね、この12月今年の年末で、うん、多分潰れるとこもっともっと出るでしょうっていう話、うん、そうすると
本当にお金が動かなくなりますよね。そうだってお店貸してる側の大家さんだって大変だろうし、そうだからね、大家さんにも言いたい、少しぐらい負けなさい、うん、あとは先延ばしとかね。そういや先延ばしはダメ、先ダメ私ね、聞いてよ、5、6と、大したもんですよ、ね、うん、5、6、今年の5、6で、うん、こんなにコロナ続くと思わないから、先延ばしにしてもらったの、うん、そしたら、今月、先月の暮れから、月末から、先延ばしした分がボーンと、うわー来ちゃってるから、だって第3波だからって言ったらいいじゃないですか。そう、第3波になってからまた家賃だから高くなってるわけ、5月、6月分のね、据え置きにしてもらったから。それちょっと待って、12月オープンでしょ美容の方も。12月、そうそう、オープン、美容の方はオープンね、12月ね、うん、すごいよね。もうしょうがないじゃん、やらなきゃ。だってお店やってたってどうなるか分かんないし、潰れたら私だって誰も食べさせてくれないし、うん、ね、みんな、芸能人の人ね、なんかいろんな人に頼ってる人もいるだろう、いると思うけど大きい声で言うわなんか意味ありげな、私はね全部自分でやってるから意味ありげなお話ですけど、大したもんです。その度胸と勝負心っていうのかしらね。はい、まあ借金も増えましたけど、でもすごいよ、ね、でも頑張るしかないし、頑張って一生懸命頑張って、大したダメならもうしょうがないじゃん。例えは悪いけど土俵に乗った相撲取りのような横綱と呼んで、いや勝たなきゃ、いや勝てなきゃ横綱にならないからごめんなさいまだ小結びね、結びちっちゃいしお相撲さんはい、そんなわけで、はい、皆さんもう本当にね、コロナはコロナで大変ですが、うん、前向きにもう閉じこもらない、ね、自己責任、うん、これを強く言いたいです。世の中回してください。どんどんお金使いましょう、ね、誰か助けてってね、はい、大企業の皆さんもダメよ、あんまりね接待しちゃいけないとかね、そういうことするから回らなくなるというわけで、はい、本日もよろしくお願いいたします。里見しのぶのエンパラダッシュ。この番組は毎回素敵なゲストをお迎えして、和気あいあいと楽しいトークで最新のニュースや流行っていることなどを紹介していきます。そして動物愛護ラブワンコーナーでは、動物虐待殺処分ゼロ活動を広めていきたいと思います、はい、さらに生放送の番組を生かしてリスナーの皆様にもメールやコメントでご参加ください。E メールアドレスは info@shibuyacrossfm.jp、info@shibuyacrossfm.jp、 ファックスは東京03-6416-9528、 東京03-6416-9528、お便りお待ちしております。里見しのぶのエンパラダッシュ。この番組は美を追求するメディカルサロンアクア銀座スタジオ円の提供でお送りいたします。それでは今日も1曲目、里見しのぶで青の青、お聞きください。とんばらいは古車島口よ、天の降る手が懐かしい、しまんちゅるきむぬ愛情はとろりと私に伝いま、島だまよ、あじゃあに見
ナのシュワイドブシシマンチュキムの愛情が忘れた私に伝えます。踊りましょう、うれうれと遠く本日のゲスト、マダムレジーヌさんです。ようこそお越しくださいました。どうもありがとうございます。マダムレジーヌでございます。昔ならね、ラジオってテレビとかなかったんですけどね、まあ、テレビが入ってるということで、普段お仕事されてる格好でこのまま電車乗ってきたんですよね。いや、ラジオ君もね、乗車拒否に遭いながらタクシー無理くり止めてやってまいりましたよ。本当にね、電車はさすがに、もし、もし電車で来てくださいって言ったらどうします？来れます？余計なこと言いちゃった。あれよね、やっぱりね、ギャラは弾んでいただかなくてよっていう、ね。いや、ちなみにそのお化粧どれぐらいかかるんですか、お時間？私は早いんですよ。あの、だいたいこれね、初めて40分でこの格好になっちゃいます。着替えも含めて、あ、この格好っていうのもね、なかなかラジオじゃ、ね、テレビがあるから大丈夫ですよ。カメラがあるから大丈夫ね。そう、キャンプカメラ。そうなんです。すっぴんから、あの、塗り始めて、ラメを置いて、口紅塗って、この衣装になるまでだいたい45分ですね。ね、その、メイクも私ちょっとプロなんですけど、ラメを置くのって、のりをつけてこうやるんですか？そうです、そうです。あ、そうなんです。シールかな、肌荒れません？めちゃくちゃ荒れますね。ですよね。あの、絶対目の周り、あの、塗っちゃいかんつーね。そうそう、薄いからね。そうそう、しかもでも毎日やられてるんですよね。あのね、私はね、あの、これウィークエンドだけのこのスペシャルバージョンでございまして、そうなの、そうなの。じゃあ普段は？平日はひげ生やした小柄なおっさんとしてね。お店でもじゃあ、そうなの、お店でも。そうなんです。私だから、あの、週末のイベントやパーティーの時はマダムレジーヌというこういうドラッグクイーンの格好なんですけども、他はいつもジュンちゃん、ジュンちゃんって呼ばれていまして。そう、いや、この格好の時だけマダムレジーヌさん。そうなの、普段はジュンちゃん。そうなの、本当はジュンちゃんでよかったんだけど、こういう格好してパーティー会場うろうろしてたら、みんななんかジュンですって言って、もっとなんかカタカナの名前はないのかとそう聞かれちまって。ですよね、ですよね。そうそう、だから、まあ、じゃあレジーヌでいっかっていうところで、レジーヌなんでございます。なるほど、はい。それでは、
もともとのジュンさんは、うん、ちょいとジュンですねのね、どこ出身ですか、どこで生まれました、北海道でございます。北海道なんだ、のどちら、もう、まあ、とんでもない北の方で、というか日本なのかつ北方領土のすぐ近く知床半島、わー素敵なところ、寒いとこ、そう流氷やってまいりますからね、そこで生まれて、15歳まで、まあ、地元の学校だったんですけど、まあ、高校の進学で札幌に来まして、で札幌3年間、それで平成元年に東京にやってまいりました、あの大学で、そう私がじゃあデビューした当時ですね、ちょうどいい時代じゃないですか、まさにバブル全盛期、バブルね、バブルが終わりかけてたけどまだ名残はありましたね、そうですよね、そう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 、何年、90年代初頭の感じですかね、デビューしたのがだから平成、平成元年って言ってますが、昭和63年の11月か12月か、まさにね、そう自粛自粛の頃じゃないですか、その頃はほら、あの陛下が下血下血で自粛自粛の、そうでしたっけ、そうよ、そうでした、そうよ、それで64年は1月7日までしかないんだもん、そう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 、だからもう大変な時期よ、それデビューだったら、でもすごくなんかね、歌手って儲かるんだなと思ってました、いい時代忙しすぎてそういうことも世間のニュースも忙しかった、分からなかったんだね、あそう記憶にない、でだってギャラが大概まあ、ね、下世話の話ですけども、10万とかで、交通費別、あご出し別でこう移動してたんですけど、チップが、チップがね、いい時代なのよ、あの時代、日本が大体お金に狂ってたよね、でね、後ろの方にいるお客さんが、後でマネージャーさんと一緒に来なさいっつって、でまず私今日着替えてるからマネージャーが言ったら、20万とかくれたの、そうよ、札束が飛び交ってた時代だから、そうよ、ギャラの10万円はさ、ね、書かなきゃいけない10万円だけど、チップとして私はさ、なんか大きい声で言いませんけどね、そうよ、いやいや、あんたじゃなくてね、会社側としての話だから、割り増しにこうやって挟んで、あのシーンが懐かしいわね、ああいう時代ね、そうそう、持ってけ泥棒みたいな時代、ね、でその時は何歳でじゃあ東京に出てきたんですか、あ、その時19になる年ですよね、そうそうそう、19歳、何しに東京出てきたんですか、大学だったんですよ、どこの大学、美術大学だったんですよ、それでまあなんかまあ、じゃあ絵を描くのが好きだったとか、絵描くのが好きで、うん、そのままなんか今となっては自分の顔の上に描く、顔に描いてます、でも難しいと思いますよ、このメイク、まあでもね、衣装とかも全部ね自分で作ってるんですわ、なんかあのメイクとかもいつも、はい、その頭の衣装自分で作ってるんですか、そうそうそうですよ、もうこんなものくるくるくるなんでね、なんか段ボール入れたりとか、そうですそうです、インドの人がライオンボードみたいなの使ったりとか、ね、でも素敵よ、だからね、ゴージャス、あれですよ、なんかそばで見るといろいろグルーガンがはみ出したりとかいろいろしてるんでねお店の中は暗くすましますよ ね、 ですからね、でもゴージャスですよね、ありがとうございます、でも生地選びからでしょ、お上手ですね、そして待って、ちょっと待って、大学 で、うん、で何年間いたんですか、ね、どこに住んでたの、あの3年でクビになったのよ、え、クビ、なんで、あの学校行かなかったのね、なんか新宿2丁目鎌大学の方にいつも行ってやだなんか気がついたらね、なんかあなたちょっと足りないわっていう話で、それでなんかクビになっちまいまして、まあなんかそこから、まあ、ずっと割と芸業界というよりはクラブ業界に、うん、いたりとかしながら、うん、それでなんか友達のお店の店長をやったりとか、あとカフェの店長をやったりとかしてるうちに気がついたら、うん、ラウンジのマダムとなっておりました。そうなんですね、じゃあ後半はそのいろいろ今お仕事されてることを、ね、詳しく聞かせていただきたいと思います。間に1曲挟みます。里見忍であやめ川、聞いてください。次にお届けします曲は里見忍さんの新曲あやめ川、お聴きください。初夏の日
本日のゲスト、マダムレジーヌ。レジーヌです。ジュンさん。あ、ジュンです。ジュン一郎でございます。ジュンさん、ジュン一郎さん。ジュンちゃん、ジュンちゃん呼ばれてますんでね、普段はね。いきなり今ね、私の曲が流れた時にここでちょっとね、話してたら、ね、もうおかまとかってはっきり言ってたけど、自否定、やっぱ人に言われると嫌ですよね。そうそう、自分で言うのはいいんですよね。自分で自分のことがね、おかまとか、いつからおかまなんですかって聞いた。あ、それ聞きたい、それ聞きたい。だから大学生の頃からいつからですか。全然子供の頃からですね、うん、物心ついた頃には、うん、周り男の子もいたんですけれども、うん、全然男の子の真似をせず女の子の真似をしちゃう。北海道にいる時からですか。そうですよ、漁師町でね、皆さん荒くれ者が多い地域なんですけれども。そう、私って言ってたんですか。あたい言ってた時期がありましたね。へえ、じゃあ周りの人は多分もう気がついてたんでしょうね。でもなんか、うん、おおらかな時代っていうか、あと今も多分そうだと思うんですけども、うん、お姉イコール同性愛者っていう形ではないんですよ ね、 ないですよね、イメージ的に。あの人は女の子っぽい話し方をする人だって、うん、まあそもそもね、一般の人になんかホモ感覚ってないじゃないですか、うん、普段普通ホモじゃない限りは、うん、なんか あの人ちょっと女っぽい喋り方する子なんだなぐらいだったんだと思います。なんか私もその中で伸び伸びと育ちまってね、小学校の時いましたよ。でも私いたね、そういう雰囲気の人ね。で仲良しだった、優しくていい子でね、でも別にだからといってその人が男を愛してるんだろうなんて考えもしないじゃない。なんかそんな風に人のこと見てないし、うん、お友達だったりとか、なんかそういうね、なんかお互いの人間関係の中にあって、うん、なんかなのでそんなにね、なんか激しく打ち疲れもせずに私はここまで来ましたね。ホルモンなんですかね。しのぶさんの私もその男性的じゃない、結構、うん、見た目はこうやって。いや、半野さんはものすごい女性。嘘、私男男思いっきりものすごい細かいもん、神経あ細い、そうすごい細い、ものすごい気を使う。うん、なんかすごい女性的、なんかそのように見受けられますけど ね、見えますよね、前から見てると、うん、男性に全く興味ないよ、うん、それとはまた別、また別、うん、女性にあるわけじゃないんですけど、うん、そのドキドキとかそういうのが本当にどこ、あ、ドキドキもしない、しない、あまり恋愛とかそういう思いにならない、ないですね。まあ、なんか今そういうのはそういうので、うん、なんかアセクシュアルというね、うん、あまりなんていうの、私もない相手に、これは年じゃないの。年私もない、年頃、今年頃だってもうそうだな、うん、10年近くそういう全然ドキドキ、ああだからそういう人に巡り合ってないだけだと思うよ。そう、うん、絶対そうだと思う。私そのセリフまずくないですか。なんで私結婚してから独身じゃないですよ。結婚してるからだよ。逆にそれが原因よ、きっとさ。違います違います、結婚してるから
からだよ。そうよ。ねえ、何を贅沢なこと言ってんの。いるからいいじゃないちゃんと。だけどその子猫とか捨て猫にはもうドキドキするわけ。どうしようどうしようどうしようって大変で助けなきゃってなるけど、あのワクワク感っていうのが。その動物とかにしかないのね。おかしいよね、まあ、これね。おかしかないんじゃないかしら。だから常に冷静なの。だってお仕事もしながらね、なんか犬猫を可愛がった上に旦那まで持ってるよな。でもレジーヌさんはやっぱり男性にドキドキってなるの？私はもうそれパートナーと、シェパード。ずっとパートナー。パートナー。ごめんなさい。パートって聞こえた。男性のパートナーと。パートナーがシェパードじゃないよ。シェパードにって聞こえたから。あら、面白いわね。もうなんかもうぐっちゃぐちゃですけど。シェパードとはだ。で、今、お店をさられてるそうですよね。そうなんです。どちらですか？代官山の方で。うん、はい、代官山でこういう雰囲気。で、そうなんですよ。代官山はどの辺ですか？あのですね、代官山の駅と恵比寿と、うん、渋谷とのちょうど真ん中ぐらいの並木橋の付近ですね。その辺でやっておりまして。で、何年くらい前にそこに？もう、18年ぐらいやってます。オーナーママさんで。そうなんです。え、ママさんって言っていいの？うん、まあマダムレジーヌつんでね。あ、そうだよね。マダムジュンちゃんでいいんですけど。だって平日ジュンちゃんの方。あ、そうかそうか。そうなのそうなの、うん、ね。で、どういう感じのお店なんですか？落ち着いて飲めるバーなんですよ。カウンターがあって、ソファー席がバーとあって、赤い照明で、うん、女の子も、うん、あるいは私たちみたいなこれドラッグクイーンたちもこう普通の女の子もいらっしゃる。もちろんもちろん、私とスタッフはゲイが多いんですけれども、うん、お客様はストレートの方々、そして、まあ、ゲイミックスな感じでやっております、うん、ダンサーが入ってたりとかするときあるんですけれども、それもダンサーたちは女性ですし。あ、女性、はい、そうなんですね。でもバーラウンジで踊る場所もちゃんとある。そうなんです。まあ私たちがこういう派手な格好してるんでね、どうしても撮影してもらいたくてステージを作ってみたりとかして、音楽 DJ が入ってで、それで、うん、パーティーやイベントをやるときにダンサーが入り、うん、ドラッグクイーンもね、ショーをやったり、うん、バーレスクダンサーたちが、女の子たちが、あらわに踊っておりますよ。殿方も多いし、うん、まあでもバーレスクは今ね、女の子のファンが多いです。でも衣装もとってもきらびやかで、うん、本当に華やかで可愛い衣装、うん、1950年代60年代 の, ちょっとノスタルジックな、サーカスだったりとか、ちょっとフェティッシュな格好だったりとか、うん、とても衣装は可愛いので女の子たちが憧れるダンサーですが、自前ですか？自分みんな自前ですね。なんていうかね、安くこうね買ってきてそのまま着ちゃうと、やっぱりね、なんかショー自体が安く見えちゃったりするんです。そうなんですよね。そうそう。で、今日のねお姿も全部自分で作られたというね。そうなんですよ。もうね、本当ミシンも縫えないからね。なんかもう、こういう感じのお店ですけど、本当真っ赤ね。そうなの、みんな肌が綺麗に映るわよ。赤い方がね、だからね、コリアンフード。そうそう、お食事が。お食事も出るんですね。チヂミは、日本一って書いてあります。多分だって日本一。もうだってさ、ご主人が、そうなんです、そうなんです、韓国の方で、はい、ほらね、ほら、バーでチヂミ出してるとこも多分うちぐらいなもんじゃないと、じゃあ日本一でいいんじゃないかしらとか。なるほど。そうそう、お食事できるとこっていいですよね。半年にね、いっぺんね、ケジャンフェアって言って、ケジャンをお通し代わりに皆さん食べ放題っていう日もあるんで、ぜひ、しのぶさんお越しになってください。じゃあ一回行ってみるか、うん、怖いもの見たさ。そうよ、ドア開けるの怖いな。はい、そうね。平日来てあなた私の素顔を見て。分かんないよね、多分ね、素顔。レジーヌさんいますか？そうよ、身長30センチくらい縮まるわよ。え、なんで？そうよ、だいたい30センチの入ってたら危ないじゃないですか。だいたい足元が、20センチぐらいです。で、頭がさらに10センチに、ね、20センチ高くなると、そういうドラッグクイーンは2メーター超えの人たちがたくさんいますよ。最初ドラッグクイーンって聞いたからびっくりしたね。そうそうそう、薬だと思っちゃうよね。なん
でそういう呼び方になったんですか。あ、よくぞ聞いてくださいました。そう、あの多くの方々、ドラッグだと思ってるんですけども、実はドラッグじゃなくて、ドラッグ、あの、ドラッグ、あのパソコンのマウスをこうドラッグするってあるじゃないですか。引きずるっていう意味なんですが、それっていうのはあのなんていうの、こういう大行なファッション、女の人がスカート履くのは分かるけれども、そのスカートがあの床をこう引きずり、あのベタベタずる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 引っ張るっていう、それが大行な女のスタイルということで、ドラッグする、ドラッグクイーンという、引きずるクイーンという。誰が決めたんですか。それはもうね、多分ね、何年ぐらい前のことなのかしら、うんと年代的には多分1905、そうなんですか、なんか最近よく聞きますよね。60年代ぐらいにはあったと思いますけどね。もう一回だけ、ごめんなさい、もう一回だけあの言います。おかまの方のおかまじゃない、何人に言えたら腹立つ、なるべくゲイとか、ゲイ、ゲイ、まあ、LGBT でもいいんですけれどもね、なんかね、LGBT とか、LGBT、まあ、ゲイの人たちってこちら、ね、の人たちをドラッ、違います、その中でもあの男性の格好、さらにあのムキムキになる人や、あのなんていうの、ムキムキ、それこそ女性になってしまう、私たちドラッグクイーンはそういう格好する人のことを言うんですよね。そうなんです。それでパフォーマンスする人たちのことを主に言いますね。それこの大行な格好をしながら、そういう格好をしながら、女性好きな人もいるんですか。もっぱらやっぱ男性、もっぱらあまりあれですね、中にはねいるかもしれないけれども、どんな男性がモテるんでしょうね。どんな男性が、それはあたいろんなタイプがいるわよ、ね、その人それぞれだから ね筋肉質が好きな人とか、細い人とか、まあ、それは女性と一緒ですよね。そうで、同じ同じ、ね、人として。なるほどね。そうなのよ、まあ、あまりね、だからね、あゲイってきっとこうだわとかいう感じよりも、その人がそういう人隣なんだなっていうふうになんか見てくれるのが一番楽ちんですよね。なんかあのオカマって言ってたらギャーギャーギャーって感じだし、ゲイって言った途端にファッショナブルでセンスがあってみたいなことを言われたら、そうでもないやつらいっぱいけどねっていう話ですし、なんかね、じゃあ女性なんですか中身はって言われても、私女になったことがないから分かんないわっていうところだし、まあ一つのそういう性別があるって思えばいいです ね。みんなそういうグラデーションの中で、聞きたいこと100個ぐらいある。マジ、じゃあ今日動物愛護やめてそっち行く、興味津々。じゃあちょっとここ で、お友達紹介をしてほしいんですが、お電話をかけていただきたいんですけど、やっぱりね、次回も私たちの仲間、お友達で大先輩でもあるんですけれども、大先輩、よろしいですか、エスムラルダさんという、はい、ドラグクイーン今、はい、ユニットで歌詞もおやりでございます。外に出るようにマイクに近づけてもらいます。あ、こちらね、声が外に出るようにしてもらえますか。違う、あの外に、ね、ボイスなんだっけ。あ、もしもし、はいはいはい、エスムさん、はい、どうもレジーヌです。どうもお疲れ様です。お疲れ様、お世話になっております。どうもこんにちは。こんにちは。ですね、はい、次回と言いましても12月の21日の月曜日になります。大丈夫でしょうか、はい、もしもし、エスムスさん、あ、もしもし、はいはい、聞こえてますか。あ、聞こえてます。12月21日、はい、月曜日、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、また後ほどご連絡させていただきます。はい、失礼します。はい、どうもエスムさん、またまた失礼いたします。はい、はい、はい、それでは、ここで、動物愛護だったんですが、まだ聞きたいことが100個ぐらいもあるということで、あなたが一番複雑な気がしてきたんだけれども、いいの聞いて、いいよ、いいよ、聞いて、生々しく聞いていい、さっきほら、男性にどんな方が興味あるんですかって言ったんですけども、うん、あのご本人はその例えばなんか腹が立った時とか、 なんかそういう時って男性に戻るのか、女性って女性の怒り方と男性の怒り方と
違うじゃない日常、まあ、なんて言ったらいいのかしら、ふざけんなとかそういう言葉女性は使わないじゃない。それはね、私ね、子供の頃からあまりね、うん、気分が激してこう人にこうガッと言うっていうことがほとんどない性格なのね。だから怒ったりとかすると、ぐっと一回自分の中に戻ってきちゃうことがあったりとか、それで、まあ、非常にストレスを抱えてしまったりとか、ね、あと何か言うとしたらものすごい丁寧な言葉で急に喋り始める、うん、そうか、なんていうの、もう間違いなく相手に伝えてやろうぐらいのなんか丁寧な言葉で冷静になり始めると、うん、怒ってるかも私っていう感じがありますね。なんか私の中でほら女性のようにそんなこと言わないでってこうメソメソって泣くタイプか、あとはそういう時は男性にこう戻っちゃうのかなって。私男性になっちゃうよ、怒ったら、うん、超キレたら、うんうん、超キレたらね、そりゃーみたいな感じ、男言葉になるか、同じようにものすごい丁寧になるか、まあなんかこう、そうね、怒り方も性格だと思うわ。なんかホモとかなんかゲイとか、なんかそういうのは関係なくね、わけでもなく、まあなんかメソメソしてる人たちはメソメソしてるし、まあ私あんまし物事深く考えないんでね、なんかまあほら飲んで寝りゃ忘れんじゃん、なんか大概のことは。で多分春野さんはこういう方たちがあんまりそばにいないでしょ。あんまりって初めて。私結構知り合いとかいるので、だから多分一人ね、ゴーストライターの方でキャンディーキャンディーみたいな格好してる女の人がいるんですけど、もう本当に女の子、女の子なんです。そういうきらびやかでも何でもなく本当に女の子で、ひっそり生きてるって感じでゴーストライターさんやってるんですけど、うん、素晴らしいわねひっそり生きてゴーストライターっていう、ひっそりと女の子で多分ね、春野さんはその男性と女性とってこう区切りたい人なんだと、でしょ、だからどっちなんです、どっちの性格が、だから興味津々なの。違うの、こういう人たちなのよ。そうなの、そうなので中身はだって女性だって怒ったら男性、私みたいに男性になる人もいるし、いや泣く人もいるし、だからこういう人たちだから、多分怒ったり泣いたりするときって本質が、多分人間としての本質が出るだけだと思う。じゃあもう一つね、パートナーがいらっしゃるじゃない、そのパートナーとは、まあ、ご夫婦っていうか恋人同士なんですけど、それは、普通男性女性ってこう、なんていうの、区切りがあるじゃない、役割みたいなね。Bの場合はどうなんですか、相手が。かしらね、なんか2人のこう、なんかチームワーク的なところで、まあ、どういう人かはもうね、長い間お付き合いしてると分かるので、まあ、そこのところはこういうふうに話を進めるためにはこういう役回りをした方がいいわとか、その時その時で考えてますね。なんかあれでも性格的に、男性だったり女性だったり、あでも両方の気持ち持ってるんですよ、両方のパートナーも両方の気持ち持ってらっしゃるんですか。もう、まあ、料理とかします、まあ、料理番とかをやってるんですけれども、まあなんか私の方が酒飲みだしなんかこうバババッとまとめてくれるのは旦那だったりとか、まあなんかまあね、私がまあその相手に対して旦那って言ってるから、まあなんとなくそういう役回りではあるんだけど、じゃあ向こうが旦那さんなんですね。なんておっしゃってるんですか、奥さん。奥さんだとは思ってないよね奥さんっていう言い方はしないよね、しない、まあまあパートナーみたいな、まあ、っていう感じだと。私で何年か前にサンフランシスコに行ったら、もう国が認めていて、レインボータウンってあってて、横断歩道がレインボーの模様なんですね。でバーッと国旗がレインボーの立ってて、同性愛者の街があるんですよ。渋谷区もちゃんとパートナー条例というのがありまして、夏にはここパレードで何万人も のゲイやそのゲイを支援してくれる人たちが一緒にパレードをして、この目の前通りますよ。私うちのお店でもそこにパレードのフロートを自分のお店で出してます。そう、なんかね、いや私はニューヨーク そのパレードに25年ほど前に、5年前から、出たことがあって、その時に、まあ、とても感動したので、それで、まあ、別に ひっそり生きてたわけではないんだけれども、そこでこう大っぴらにたくさんの企業が
お金をねスポンサーになってして大きなお祭りになってるのを見てすごい自分が、うん、生きていていいんだっていうかなんか肯定された気分になったね社会の中で、うん、だからなんかその芸のお祭りの時にたくさんの田舎から来た芸たちがなんかより自分が、うん、肯定されてるって思いになれるようなお祭りになればなっていう形でフロートを出してやってるんですよね、うん、渋谷ってそういうこと早いですよね、うん、なんですかね、かぼちゃのお祭りなんですか、ハロウィンとか、ね、さんごめんなさい、かぼちゃってちゃう、そうよ、だってね、渋谷区 の、 ラジオ体操をみんなしましょうみたいな運動で、私ね、区長さんと一緒にお店でラジオ体操をしているのが渋谷区 の、 宣伝映像として流れています。すごいラジオ体操。そう、渋谷区はそういうなんていうの、いろんな人たちが住んで暮らして、うん、遊びに来ているということで、うん、同性愛者やあと夜のお仕事の人たちもみんな朝、うん、区長さんとラジオ体操するっていうのがね、5年前から全国初のパートナーシップ協定、全国初条例ですかね、渋谷区はそうです。やっぱ早いですよね、渋谷の発信力。もう何年もね、前なんですけどもね、まあでも自分たちとしてはそんな日がやってくるとは思いもよらなかったですね。なんかラジオ体操はメイクして、お化粧してます、細かく聞いて、お化粧してね、こうやってや、朝からそれは撮ったのは昼ですよね。あ、お昼だイメージはラジオ体操って朝って、ラジオ体操ってきちんとしたラジオ体操でしょ。そうよ、でもこんな格好してるから頭も落とせないし、あ、ほんと屈伸とかできない、かがむと土屋丸出しだから、そうそうそう、だから落とさないようにこういう感じ。体操なってないじゃん、かわいい。でも私普段やってんのよ、なんかほら朝方になっちゃうじゃない、なんか唯一の、ね、運動ですよね、私の。なるほどね、渋谷今年はでもハロウィンね、なくなっちゃいましたけどね、うん、そうね、コロナでね、残念だったけどね、うん、まあ年中ハロウィンなんだった人たちこんな格好したはいね、ある意味ね、そう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 。コロナの影響はないですか、大丈夫ですか。まあなんかあれですね、ね、もちろんないわけはないという、うん、だからね、まあ、ね、気をつけてね、うん、するしかないの で、 本当です、ね、うん、もうね、徐々に徐々に、本当徐々に徐々に戻ってきたのに、うん、はい、第3波ってテレビバーンってやったら、ピタッって来なくなっちゃうよ。ね、そうそう、人の噂ですね。もうほんと困っちゃう、もういい加減にしてって、うん、やっぱりね、この人をまた集めなきゃいけないお仕事じゃないですかね、しのぶさんも。大変ですよ、ね、本当に、本当に、ね、もういい加減にしてって、人の気持ちをこう上げないといけない仕事だからね。気ぃつけろって言ったってね、見えやしないから分かんないしね、うん、でもまあなるべくね、こうやってね、うん、うちもこういうやつ、フィルター、フィル、なんていうの、シールドを手作りしてやってますよ、うん、そうそう、だからこういう、例えばシールドがあるから大丈夫じゃなくて、シールドやったらやったでまたここを拭かなきゃいけないし、そうやね、そうそうそう、本当ね、トイレとか消毒とか石鹸とか置いてるけど、やっぱなくなんないってことはお客さんやってないなとかって。いやでも意外にみんなやってますよ。やって、うん、本当。みんなね、なんか買い物スーパーとか行っても、うん、シュッシュするだってやってる人あんま見ないもん。あら、そう。そう。うちはなんか結構みんなお客様ね、入ってくるのはみんなもみ手してからなんだろうと思ったら、入り口に置いてあるシューシューでこうやってやりながら入ってきてる、ね、私はもう自らお客さんに確認しながら一人一人、自分でやるとシュッちゃびっとしか出さなくてやってるでしょ、びしゃびしゃにやるんですけどね、びしゃびしゃにやんなきゃダメなの、びしゃびしゃにさせるもんみんな、ね、安心ね、本当ね、まあでも自分がね、なんかやっぱりお店で場を提供する側としてはそういうふうにやった方が安心ですよ ね、 すよね、やっぱ誰かのせいにではできない、そうそうそう、出したくないしね、うちからもね、本当にね、かかるとその人の周りの人たちにもね、そう、迷惑かけちゃうし、うん、まあ大変な時代でございます。でもお客さん自体が補給してて来た日にはもうどうしようもないですけどね、そうですよね、うん、だから必ずもう、ね、検温もするんですか、検温もします、もちろん、そうですか、うん、もうみんなもう慣れちゃって、うち来たらみんなこうやって、はい、手出して、はい、おでこ、これ
まあ可愛いもんよね、言われたままにこうやってね関所、関所そう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 、そうそう、あ、あと もともと体温の高い人いるじゃないね、うん、7度ぐらいの人ね、そうそう、いますよね。焦ったのがなんか人の体温を測ってるうちの店のスタッフが7度3分とかあった、まあでも 7.5 以上ですもんね、そう、だから5はギリなかったけど、でもいつもそのでも怖いですよね、7.3 あったら。もうなかなかやっぱりね、大磯でほらどの、ね、百貨店入るんでも、うん、スーパー入るのでもね、なんかこう空港なんかも絶対ダメですからね。うちで、まあ、スタッフは 7.3 あったら帰りなさいって言うかも。でもお二人ともなんか体温高そうな気がするけど、グラマーだから高くなりました、私。 あれでね、うん、あのそういう高周波でね、高周波かかってるから病気もしない。あ、やっぱ基礎なんていうんですか、基礎体温を上げると病気しないです。そうです、言いますよね、うん、あのやっぱね、36度以下の人が病気になりやすい、がんもその 36度以下の人がやっぱね、がんが好きな体温なんです。ウイルスもそうですよね、体温が低いところにシュッと入る、やっぱ免疫力がね、なんか免疫力が上がると体温が上がります。そうですよね、そう、冬場はもう今カイロ背中に張りまくってるわ私だから上がったから、もうカイロなんかもう何年も使ってないし。それはな、その高周波というのを当てると、そうそう、私の場合はね、そういう健康法をやってます。あの毎日それで寝てるんです、ベッドに引いて、下に何か引くってこと。低周波っていうのは肩こりなんかにこう、オムロンとかああいうのでしょ。高周波は逆だからね、高周波は逆なんです、ね、体の中までちゃんと行く、ね、そうそう、低周波は筋肉のこの皮のすぐ下の筋肉に当てる、高周波はその奥ですね。そうそう、血液の、流れを良くするというか、ちょっとじゃあここで話してもいい、私の知識を話となんか流れ変わりましたけど高周波になっちゃった病気する人っていうのは、まずどこから来るかっていうと、人間の血液、血管の汚れ、血液の汚れなんですよ、うんうん、で、体を血液流れてますよね。で、自分の弱いところにそれが溜まっちゃうの。例えば血管があって、この、物が溜まったりとか、こう流れなくなったりとか、それで、ね、倒れる人もいるんだけど、うんうんうん、その高周波とかを使ってあげると流れが良くなるんです。流れが血そのものを、うん、綺麗にしてくれる、サラサラにしてくれるの。ほら、中性脂肪とか、うん、私本当に何か食べ物で、うん、まああれも一緒にして変わっちゃうみたいだけれども、何、うん、か700とか800とかこの間ありまして、血液をしたその中性脂肪で、中性脂肪、血液中に、うん、もうこれはもう血管の中をその脂肪がこうずっと浮いて回ってるのと同じだよとか言われて、うん、危ない、そう、やっぱりね、なんかそういう健康法をちょっとね勉強されて、自分なりに取り入れたらいいと思いますよ。そうですね、うん、なんかもうとにかくサラサラにしないと、とか思って、あの水素、水、あ、今どう忘れした言い方を、ね、あの水素水みたいなやつ、ね、水素水、水素水じゃなくて、うん、今、酸素でこう、うん、吸入するやつがあるんですけど、うん、あれもめちゃくちゃいいです、それもエステに、うちのエステに置くんですけど、エステの洗剤です本当に本当に、ね、でも人間はなんか酸素カプセルみたいなのが昔からあるじゃない、ね、なんか、うん、でも今水素がいいんです、うん、水素が、うん、ものすごく粒子が細かい、それもいっぱい出てるんですけど、うん、粒子の細かいものを選んで、うん、された方がいいと思います。うん、うん、はい、まあそんな感じで健康のお話に最後なってしまいましたが、そう、しのぶねえさんの、ね、困ったことあったら聞いてください。赤坂にできるエステ、健康関係、健康関係ね、はい、レジーヌさんも見られてることですし男性ばっかり前から見たようなしのぶねえさんの色っぽくお美しい、本当ですか、す今頃でもしのぶさんもクイーンなんですよね、純クイーンね、あ、そう撮ったんですよね、この間ね、はい、まあ、なんかね、誰かが間違えて私を投票してくれたんですけど、はい、私も入れました。本日はお忙しい中ありがとうございました。どうもありがとうございます。さとみしのぶのエンパラダッシュ、お別れの時間が近づいてきました。この番組は美を追求するメディカルサロンアクア、
銀座スタジオ円の提供でお送りいたしました。最後にお別れの曲、里見しのぶで青の青をお聴きください。次回の放送12月7日です。月曜日までさようなら。